はい、皆さんおはようございます。おはようございます。4月26日日曜日の日本語講座です。まずはいつものようにですね、来三問をお唱えしてから、始めさせていただきたいと思います。では合唱お願いします。来三問。人参受けがたし今すでに浮く、仏法聞きがたし今すでに聞く、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん、外周もろともに四神に三方に帰えし立てまつるべし、自ら仏に帰えし立てまつる、まさに願わくば主情とともに大道を大下して無常意を起こさん、自ら法に帰えし立てまつる、まさに願わくば主情とともに深く共造に入りて知恵海のごとくならん、自ら僧に帰えし立てまつる、まさに願わくば主情とともに大衆を通りして一切無下ならん、無常人人未明の方は百千万号にも愛用ことを果たし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん、ナモアミダブツ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 。はい、皆さん改めましておはようございます。おはようございます。ほぼ日本語講座、お参りくださりありがとうございます。先週に引き続いてですね、今週も菅原先生にお越しいただいて、またあのマインズオブミニスターズというか、お坊さんの井戸端会議の、まあ、第2回をやってみようかなというふうに思ってます。菅原先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、第1回の放送が、まあ、終わって、まあ、いくつかやっぱりフィードバックが返ってきてるんですけど、まあ、一番身近なところからのフィードバック、その妻からのフィードバックで終わった後にボソッと65点厳しい、これがいいのか悪いのかね、65点がいいのか悪いのかわからないけど、まあ、一つは前置きが長い、うん、一つはなんかちょっとはっきり言ってないいうことを言う、オブラートに包んでるみたいな、なんかこう言い方がちょっとねそういうところがあったのかなと思って、ね、うん、でもまあ、あとタコマの宮地先生の奥さんからもフィードバックというかコメントを寄せてもらって、すごく分かりやすくて、普通の日常的な会話で話してくれたからすごく分かりやすくて良かったですっていうポジティブなコメントも、もう、返ってきております。はい。はい、次はポジティブな、うん、ポジティブなコメントはスーッと入ってきますよね。あともう菅原先生のところね、奥さんがどういうコメントを残すかっていうのは次、うん、今まで多分下で見てたと思うんですけど、どうでしょうね、子供と一緒に見てたから途中でもしかしたら飽きちゃってるかもしれない。いやいや、まあ、ね、今後のためにも、まあ、いろんなコメントを、寄せてもらえればな、というふうに思います。そうですね。今回ね、できれば、65点から1点でも上に上がるように、頑張りましょう。上がらないように頑張らないとね。そうね。まあまあ、前回が、一応、お葬式っていうことで、はい、お葬式に対、をトピックとして取り上げて、まあ、話を進めていって、まあ、今回はそのまあ一応続編ということで、今度はまあご法事、法事、例えば四十九日であったりとか、まあ7日7日のお参りがあって、四十九日があって、百箇日があって、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、ずっとまあご法事っていうのは、まあね、続いていくし、これは別に浄土真宗だけに限ったものじゃなくて、うん、まあ、他の宗派でもやる、同じようにそのご法事っていうのはされてるけど、
やっぱりなんかこう違いがあるなと思うね、それぞれの宗派によって。特に浄土真宗から見たら、他の宗派というか一般的に特に日本人の人が考えてるお法事と、はい、浄土真宗のご法事の意味っていうのがちょっとズレがあるなという気がするんだけど、先生どうです？まあそうですね、やっぱり本願寺というか浄土真宗の法事っていうのは、僕らが何かしたから亡くなった人が、ね、いいことがあるとかそういうのではないので、他の宗派の方々の法事見てると、どちらかといえばそちらの意味合いが強いのかなっていう気はしますよね。うん、例えば追善供養、うん、追善供養、ご法事何のためにしますかって言ったら、追善供養、先祖供養っていうことがなんかパッて出てくるんじゃないかなと思うけど、うん、ね、こっちをご法事をお勤めして、まあ誰のためにするかっていうのが一つ大きな違いかなっていう、うん、気はしますね。そうね、うん。まあ、追善っていう漢字はね、お海善っていう感じじゃないですか。うん。だから、亡くなった人に対して追っかけて善を供養するっていうのが、追善供養なのかなと思うんですけど、どうなんですかね。追善供養という言葉自体の辞書を今僕手元に持ってないんで、あれですけど。うん、あと、まあ、似たような言葉で多分、エコーっていう言葉も、なんかなんかやっぱりちょっと考え方が違うなっていう。うん、そうですね、うん。追善供養っていう言い方もしますし、追善エコーっていう言い方もなんかたまに聞くような気がしますね。うん。うん、だから、エコーっていうのがやっぱりちょっと違うなと思って、さっきこの、これ始まる前にちょっと、電子辞書で、調べたんだけど、エコーっていうのは、自ら収めた功徳を、自らの悟りのために、または他者の利益のために振り向けること。うん、で2番目に、仏事を営んで死者の成仏を祈ること。うん、3番目が、浄土教で称名念仏の功徳を、衆生の極楽往生のために組みすること。どちらかというと、こっちから自分が何か功徳を収めて、まあ自分のためか他の人のため。でも多分法事だったら亡くなった人ですね。うん、やっぱりその功徳を送るっていう、うん、やっぱりイメージがあるんじゃないかなっていう気がするけど。うん、やっぱり自分が何かをしたこと、まあ法事をするなり、その法事に行ってお坊さんにお経を読んでもらうなりして、それが功徳となって亡くなった人がいいところに行くとか、まあもっと悪い言い方すればたたらないとかね、そういう意味合いがあるのかなと。罰が当たるね。そうね、罰が当たるね、うん、なんかそういう感じの印象を受けますよね。うん、やっぱりなんか、だからなんかこう、ね、お仏壇のお供えも、こうしなかったら罰が当たるんじゃないかな。まあ、もっと極端な話は、ね、お布施する、その、額、いくら、ちょっと額が低かったから、ちょっと罰が当たるんじゃないかとか、なんか法事っていうのが、そういうことになってるような、うん、自分が罰を受けないようにっていうことと、うん、亡くなった人がいいところに、うん、行きますようにっていう、なんかそういうふうに捉えてる人が多いんじゃないかな。今のそれも実はでもやっぱり自分の身かわいさの方が大きいんじゃないですかね。その亡くなった人がいいところに行ってほしいっていうのは、裏を返せばいいところに行かないとたたられるかもしれないとか、罰が当たるかもしれないっていう、その自分の身かわいさがちょっとあるんじゃないかっていう気は
したんですけど、どうですかね。そう、なんか、亡くなったで迷わず、ちゃんと成仏してくださいみたいな、なんかこう、うん、漫画とかでよく出てくるよね。ありますよね。必ずでも、何番だ、何番だって言うもんね、あれは、ね。そうっすね。なぜか。なぜかね、うん、他の子じゃないよね。名も釈迦牟尼仏って言う人おらんもん、ね。ない、うん、あ、それもなんか面白いなと思うけど。うん、確かに。まあ、それがまあ一般的というか、よく思われてるエコーとか追善供養の意味になってるのかなっていう気はするけど、まあ、先生、なんか浄土真宗辞典を持っておられる浄土真宗のエコーって言ったら、まあどういうことかっていう、ちょっと紹介してもらいたいな。はい。まあ浄土真宗辞典、ちょっとカバーがないんであれですけど、そんなに高いもんではなかったと思うので、皆さんももし手に入れる機会があったら、まあ、ぜひ手に入れてほしいなとは思うんですけど、その中にエコーというものがありまして、まあ、楠木先生のおっしゃったことの意味も書いてありますけど、やっぱり浄土真宗ではっていう項目があるので、そこをちょっと読みますね。エコー、浄土真宗では、阿弥陀仏が本願力を持って、その功徳を主上に振り向けること。カッコ、他力エコー、本願力エコー、カッコ閉じる。を言い、妄想エコーと幻想エコーとの2種のエコーがあるとすると。ね、書いてありますね。なので、浄土真宗でいうエコーっていうのは、この私の方から、功徳を差し向ける、振り向けるのではなくて、阿弥陀さんの方からこういただいて、ね、その功徳によって私が往生浄土するのが往生エコーの姿。まあ、幻想エコーというのはその往生した浄土からこちらの世界に帰ってきて、他の人たちをまたね、導いていくというのが幻想エコーの姿ですよね。うん、なので、他宗派との大きな違いっていうと、やっぱそこにあると思うんですよね。自分が何かをして、何かをしないと罰が当たるかもしれない。まあもちろんそういう宗派だけではないとは思うんですけど、日本人の一般的な感覚ってそういうイメージですもんね。なんかしないと罰が当たるかもしれないとか、いいところに行けないんじゃないかっていう心配が先に来ると思うんですけど、真宗のいいところっていうのは、亡くなられたらもう仏さんになられて、仏さんになられるということは、またこちらの世界に、まあ戻ってきて、私たちを導いてくれる存在となってくださるということなので、なんて言うんですかね。心配がないというか、なんと言えばいいんでしょう。うん。まあでも、一つはだからその、仏法を聞く機会を、うん、その先に行かれた方が自分たちに与えてくださってるっていう、うん、だからうちの父親はこれ法事じゃなくて葬式の時だったと思うけど、うん、若いもう多分小学生ぐらいの子供が亡くなった時に同級生の子たちがやっぱり法事かお葬式かどっちかにたくさん来てて、うん、でやっぱり泣いたり落ち込んだり、やっぱ友達がね、そんな、うん、多分、ほとんどの子たちが初めて出るお葬式だったんじゃないかなと思うし、それが友達のお葬式ってやったら、やっぱり、すごいショックで、やっぱり泣いてる子も多かったらしいけど、そこで、一言、この子たちは、お参りに来てるこの子たちは、今、命の勉強をしてますねっていうふうに、法話の中で、らしいね、うんうん、だから法事っていうのはやっぱそういう意味もあるかなと思うんで、まあ一種の勉強会っていうかね、そうですね、うん、確かにまあ誰かが亡くなるとどうかいいところに行ってってほしいなって願うのは自然なことだとは思うんですけど、やっぱり真宗のその教えっていうのは願いてるっていうのもあるかもしれないです。先に願われてるっていうところが大きいかなと思うんですけど、亡くなった人たちは私たちのこの幸せを願っておられるとか、まあどうかお念仏の道を歩んでくれよと願っておられるっていう、その願いが先に来てるっていうのがやっぱ重要なのかなって思いますね。うん、
それを聞かせてもらうという。そう。うん、ね、その法事の話。法事という言語と、ね、通じてね、うん。だから、お供えとかの意味もやっぱり変わってくるなと思って、うん、あの、例えば果物をお供えしますっていうのが、亡くなった人が、の追善供養のためにするっていうよりは、こっちからの、なんかな、感謝の気持ちを込めて、うん、あの、させてもらうっていう。うん。なんか、こうせにあかん、こうせにあかんというじゃなくて、なんか、こうさせていただくっていう、なんか、心の持ち方の違いというかね、そういうのがありますよね。うん。だから、なんか全部、なんていうかな、ベクトルが、うん。やっぱ逆に、浄土真宗というのは働いてるような、一般的な、その、エコーであったり、供養であったりっていう、なんかどうしても、I do it。なんかね、自分がこうしてるっていう、じゃなくて、どっちかっていうと、自分がしてもらってるっていうのに気づくっていう。そうですね。そこが大きな違いなのかなと思います。まあもちろん、浄土真宗の、あの、法事の主体っていうか、その主役っていうのは阿弥陀さんの教えになってくると思うんですけど、その教えを聞く中で、やっぱり自分の命というものがどういうふうにしてここにあるかっていうのを聞かせていただく場でもあるから、あの、どうにかね、あの、法事の数減ってますけど、そういう場を設けてほしいなと、坊さんの立場としては願っているわけですけどね。ね、だからまあ、あの、誰と話したかちょっと忘れたけど、法事とか、まあお葬式もそうかもしれんけど、ファミリースポンサーのダルマギャザリング。家族がスポンサーして仏法を聞かせてもらう場を作ってくださってるっていう、あの、それが法事の一つの大きな意義かな。っていう気がするよね。まあ、かといって、やっぱり亡くなった人をご縁としてるから、亡くなった人をないがしろにして、なんか、教義のことばっかり話すとちょっと、おかしな感じになってしまうかもしれないけど、亡くなった方の命を通して、法を聞かせてもらう。それを、そのご家族が提供してくださってるっていう、理解。それが法事、法の、仏法の法のこと。かな。まあそう考えると、あれですよね。坊さんもなんか、あの、ふんぞり返って、法事してやっているぞ、みたいな態度じゃダメですよね。もう。だから、こっちが、こっちのお坊さんも、それにちゃんと応えるような準備もしないといけないと思うし、うん、内容もしっかりしたものを、やっぱり、提供するというかね、ちゃんとできるようにならないと。いけない、その仏法を聞く命の勉強会にちゃんとなる、まあ、お葬式でも多分先生もそうだと思うんですけど、やっぱり相手の方のなんていうんですか、何でしょう、あのバイオグラフィーとかそういうのを見ますよね。ちゃんと読んでこういう方だったんだなとか、まあ、自分の思い出がある人だったらその話もできますけど、うん、そういうところから、つながりが、なんというか、仏法とのつながりが出てくるというか、いきなり仏法ってなっちゃうと、シャットアウトしちゃう人もいるかもしれないですけど、あ、おじいちゃんおばあちゃんの話があったな、そのおじいちゃんおばあちゃんの話の中で、あ、仏法ってこういうありがたいもんなんだなっていうふうに、ね、そういう話ができるように私はなりたい、と思う。うん、なかなか難しい。なかなか難しいから、でも最後に僕は五文書、八骨書読ませていただいて、ね、自分の足りなかったところは、あの八骨書、蓮如上人のお言葉でカバーしてもらうっていう、うん、まあ同時に聞かせてもらってるよね、八骨書をね、うん、そうですよね。お坊さんもしてあげてるとかしてやってるっていうんじゃなくて、お坊さん自身もその法事を通じて、やっぱり仏法を聞かせていただいているわけですから、あの、法事の数が少なくなると、私たち自身も
法を聞く機会が減ってしまうんですよね。なので、ぜひ法事をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ今日は法事の話ということで、まあ、追善供養とか以降の話とかから、入っていきましたけど、まあ、話し出したら思ったより結構いろいろあったなと思って。そうですね、葬式とか法事っていうトピックをくくって喋ることってあんまりないじゃないですか。この間の前回の、まあ、前置きが長かった、その前置きの部分でも話してたと思うんですけど、開教師集まってお酒飲み出したら話がする内容ってもういろいろともうこうごちゃごちゃになって、テーマも何もない状態なんで、こうやってテーマ決めて話すのも面白いですね。うん、まあまあ、これを機会に、またご法事もね、皆さん考えていただいたらな、というふうに思います。まあ、今はちょっとお寺ではできないけど、まあ、いろんな形でもいいし、これがまたお寺に来れるようになった後に、また、ご法事のこととかね、ご相談いただいたらな、というふうに。そうですね。はい。では、今日は、これで終わりにしたいと思います。はい。じゃあ、最後、合唱礼拝で終わりにします。ナモアミダブツ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 。